ポロロたちはこれからピクニックに出かけます。さあさあみんな乗って、よしみんな出発だ。やあみんなみんな仲良し。ああゆっくりだな。トゥトゥもうすぐ着くの？まだだよ、道が滑るからゆっくり行かなくちゃ。はあ、もうちょっと早く行く？やった、任せといて、行くぞ。大丈夫？でもトゥトゥは？そうよ、トゥトゥはどこ？トゥトゥだ、事故にあったんだ。トゥトゥ、トゥトゥ、ねえ、トゥトゥが目を覚まさないよ。そんな、早くトゥトゥを連れて帰ろう。行くよ、急ごう。僕がこっちを押すね。できることはやったよ。じゃあトゥトゥはもう大丈夫？全部直したけどエンジンだけ動かないんだ。そんな、トゥトゥはもう目を覚まさないってこと？そうみたいだね。ああ僕のせいだよ、早く走れって言ったから。あ、そうだ、トントンなら魔法でトゥトゥを直してくれるかもしれない。そうか、トントンのうちに行こう。みんなはトゥトゥをトントンのところに連れて行くことにしました。助けられない？魔法の本を調べたけど、トゥトゥを直す呪文が見つからないんだ。トントン、何か方法を考えられない？他の方法ね。あ、そうだ、この辺りにあったはず。ほら、あった。これだよ、秘密の魔法の本。秘密の魔法の本？あ、ほらここだ。これならトゥトゥを助けられるよ。でも一つ問題がある。この魔法は初めてだから副作用が出ちゃうかもしれない。副作用？あ、できた。まずは魔法の薬を周りにかけて、これでよし。クリクリタンタンタン、クリクリタンタンタン、目覚めろ。あれ、ここはどこ？何があったの？覚えてない？ひどい事故にあったんだよ。あ、トントンが魔法で助けてくれたのよ。そうだったんだ。トントン、ありがとう。いいんだよ。それからみんなもごめんね、心配かけちゃった。うん、僕のせいだよ、早く行けって言ったから。元気になったし、次から気をつけようよ。それがいいわ。これから僕も気をつけるよ。これどうなってるの？僕の魔法が副作用を起こしたんだ。副作用？あれ、もう大丈夫だよ。きっと勝手に形が変わっちゃう副作用だよ。なんとかできないかな。なんとかやってみるよ。でもちょっと時間がかかるかも。よろしくね。じゃあね。バイバイ。暗くなり、みんなはお家に帰りました。
バイバイ。でもトゥートゥは副作用を治してもらうため、うん、トントンのお家に残ります。始めようか、うん、やあ、ちっちゃくなっちゃった。やあ、トントンは一生懸命頑張りましたが、簡単にはいきませんでした。こうして数日が経ちました。はあ、いつになったら帰れるのかな。ああ、ここまでできたから次はちょっと休んでよ。もう何日も寝てないだろ。ああ、大丈夫だよ。トゥートゥはトントンに申し訳なくなりました。行かない？ドライブ？ああ、いいよ。乗って。雪がないから気楽に走り回れるね。トゥトゥ、ごめんね。時間がかかってホームシックでしょ。大丈夫だよ。ここもいいところだからね。本当？僕も君がいると退屈しないから嬉しいんだ。あ、トゥトゥ危ない。え？うわー！はあ、危なかった。でも何があったの？トントンの魔法の力？違うよ。え、本当に？すごいや。変身して岩を避けたいと思ったんだ。そしたら変身したんだ。思った通りに変わったの？うん。じゃあお家に帰ろう。分かった。さあトゥトゥ、目を閉じて思い浮かべてね。うん、やってみる。さあ、元の姿に戻るよ。元の姿に戻るよ。偶然だったのかな。どういうことか調べてくる。残念だな。思い通りに変身できたらよかったのに。そうか、崖の木に咲いてる花でトゥートゥが治るぞ。それって崖の端っこに生えてるんだろ。大丈夫、すぐに戻るよ。トントン、どこに行くの？薬の材料を取ってくる。え？トントンはどこに行ったの？それが、崖まで花を摘みに行ったんだ。危ないのに君を治せるからって。本当に？トントン！トントン！僕のせいで危ない目に。はあ、この辺にあるはずだけど。あ！よかった、花だ。トントンが木に登って花を摘もうとしています。よし、取れた。どうしよう、この木の周りじゃ魔法は効かないし。どうしよう、また枝が折れそうです。助けて。ダメ、危ないよ。僕にはできる。やー、変身！トントンを助けるために変身だ。やー！うわー！トントン！行くぞ！あれ？トントン、トントン大丈夫？やったね、トントン。飛行機になったトゥートゥは空高く飛びました。到着です。ありがとう、トゥートゥ。本当に思い通りに変身できるんだね。うん、待ってて。変身、えい。ほらね。本当だ、もう直さなくていいんだ。うんうん。そっか、じゃあお家に帰っちゃうんだね。え、あ、そうだね。なぜかトゥートゥはお家に帰るのが寂しくなりました。次の日、トントンとトゥートゥは一緒にポロンポロン森に飛びました。トゥートゥはどうしてるんだろう。僕も心配だよ。トゥートゥ、早く帰ってこないかしら。お、あれ見て、あれ、トントンとトゥートゥだよ。今の飛行機は本当にトゥートゥだったの？何があったの？トゥートゥはね、思い通りに変身できるようになったんだ。おお、
はもう大丈夫。待って。え、みんなに話があるんだ。僕、トントンと一緒に暮らしたい。でも、もう直さなくてもいいでしょ。トントンの森には雪がないから走りやすいでしょ。それにトントンととっても仲良くなったんだ。もしトントンが良ければ一緒に暮らしたいな。本当は僕もそうしたかったんだ。でもあんまり会えなくなっちゃうよ。そうだよ。大丈夫だよ。僕は飛行機になれるからいっぱい遊びに来る。約束だよ。うん。バイバイ。こうしてトゥートゥーはトントンと暮らすことになりました。また会おうね、トゥートゥー。この布団どうしよう。夜が更けました。しかしポロロの家はまだ明るいですね。ああ、美味しかった。トイレに行ってくるね。クランクラン。クロン。クラン。はあ、もう寝よう。クラン。クラン。クラン。クロン、おやすみ。クランクラン。クロンはすぐに眠りにつきました。をしてしまったようです。クロン、おねしょしたんだね。おねしょこぞ。ポロロにからかわれないか心配しています。クロンは暖炉で布団を乾かすことにしました。しかし布団は乾かず臭くなりました。さあどうしましょう。クロンは家の外を眺めました。幸い辺りには誰もいません。クロンは布団に風船をつけ空に飛ばしました。クラーン、クランクラン、クラン。ペティが歩いてきますね。布団を見るかもしれません。クロン、クラン、クラン、ララ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 ラ、クラーン、クラン、クランクラン。やっほー。クロン、どこに行くの？クロンの家に行くとこなんだけど。クラン、クロン。あ、空に何かある？クランクラン、クラン。違うの？空ばっかり見てたから。幸いペティは布団を見ませんでした。しかし布団はルーピーの家に向かっています。クランクラン、クラン。うん？クランクラン、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 クラン。窓にかかった布団を取ろうとしたクロンは風に吹かれ布団と一緒に飛んでいきました。クランクラン、クラン。あ、何か音がしたわね。お、空耳だったのかしら。クロンは布団と一緒に空高く飛んでいきました。クロン、
クロンは下に降りるために風船を割りました。クラン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 。幸いゆっくりと降りています。クラン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 。ところが残りも全部割れてしまいました。クロンじゃない。おお、キャッチ。クロン、どういうこと？何？これ、布団じゃない？もしかしてこれ。結局、ポビーとハリーに見つかりました。布団を空に飛ばすのはやめましょうね。クラン、クラン。あ、他の方法を思いついたようです。クロンは布団を持ってこっそり家を出ました。クロンは布団を船に乗せて海に出ました。クロンは布団を海に投げました。クラン、クラン、クラン。クロン。サメは布団を船に投げました。クロギアよ、オネショの犯人はクロギアよ、オネショ小僧のクロギアよ。チッチッチッ、ほらチッチッチッ、あっちもこっちもどこでもチッチッ、オネショ小僧のクロギアよ、おねしょ小僧のクロギアよ。クロンはおねしょ小僧だとからかわれました。布団を海に捨てる方法もダメなようです。また何か浮かんだようです。クロン、できた。クロン、よっしゃ。クロンは急いで宇宙船に乗りました。クロン、え、何事だ。あ、宇宙船がないぞ。クロンは月に飛んでいきました。月に隠すつもりのようです。クラン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 。クロンは安心して月を出ました。しかし他の宇宙船が現れました。あー、ピピとポポですね。あれはクロンの布団です。あ、あそこ、クロンが帰ってくる。クロン、どこに行ってたの？急にいなくなるから心配したわ。クロン、クロン、クラン、クラン。月に？月に行ったの？
ポとピピだ。こんにちは。ポポ、ピピ、久しぶりね。ピピ。よく来たね。元気だった？ピピピ。ポポ、ポポポ。これは何？ピピ。月で拾ったって？ピピ、ピピ。月？クロンも月に行ってたよね。クランクラン。なんだ？うん？これは布団のようだね。クラン。なんなの？なんだか匂いが。もしかして。みんなに知られてしまいました。クロン。クラン。今のはすべて夢でした。クロン、どうしたの？どうしてこんなとこで寝てるの？クラン、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 クラン。あ、なんだ、おねしょか。そうね、それ。しっかり踏んでよ。クラン、クラン、ここにかけよう。よいしょ。はあ、いい天気だね。布団もすぐ乾くはずだよ。これは秘密にしてあげるね。クラン、クラン。2人の秘密がまた一つ増えました。暖かい日差しで布団もすぐに乾いたようです。おかしな天気。ポロロとクロンが遊んでいます。さて、できた。かっこいい。クランクラン。クラン。クロンも作ったの？クランクラン。じゃあ今から、あ、雪だ。クラン。たくさん降ってるね。クランクラン。中に入ろう。クラン。ポロロとクロンは家に入りました。エディの家の前にロケットがあります。一体何を？ロケットは問題ない。でも雪のせいで。このくらい大丈夫さ。さあ発射。成功なの？ちょっと待ってて。あの辺かな。あ、成功だ。雪が止みました。そして周囲の雪が溶けました。おいしょ。雪が降る空から。雪が降る空の女神様。ふわふわ。本当によく降るわね。よし。山も道も雪でいっぱいだね。じゃあみんなに会えないの？あ、雪かきを手伝ってあげよう。そうね。二人はポロロの家に行きました。よっしゃ。ポロロ、クロン、出てきて。あ、ドアが開かない。ポビーなの？やあ、ポロロ。私もいるわ。よく来たね。クランクラン。来たのね。やっほー。みんなここにいたんだね。でも、エディとロディがいないわね。そうだね。お家に行ってみる？クランクラン。よいしょ。開いた。クランクラン。雪に気をつけて。ポロロたちはエディの家に向かっています。ここには雪がない。
やあみんな、来たのか。村には雪が降ってるのに。ここは一つもない。どうしてだと思う？それはこれのおかげさ。何それ？見せてあげるよ。こうやって。天気を変えてくれるのさ。本当？じゃあ僕の家もお願い。クランクラン、お願いします。うん、わかった。不思議なことに、みんなの家の雪も山に積もった雪もなくなりました。このくらい簡単さ。雪がなくなったわ。暖かくなってきたしね。あー気持ちいい。でも少し暑いな。積もっていた雪がなくなり、暖かい日差しが照りつけて、だんだん蒸し暑くなってきました。ああ、暑いわね。ボビー、ハリー、ん？ボビー？まあ、ルピー、ボビーは暑すぎてダウンしてるの。ボビー、大丈夫？あ、暑すぎる。エディのところに行ってみよう。みんなはエディを訪ねました。エディ、やあ、いらっしゃい。これは暑すぎるよ。木が全部枯れちゃった。本当？じゃあ雨を降らす？お願い。よっちょ。それ。しかし、雨はその後、休むことなく降り続けました。ずっと降ってるけど、いつ止むのかな？クロンクロン。何日も雨が降り続いたせいで、村が水に浸かってしまいました。ルーピー、みんな、ルーピー、ここだよ。みんなはルーピーを船に乗せ、またエディの家に向かいました。あそこにエディとロディがいますね。エディ、ここで何してるの？水が上がってきて避難したんだよ。僕も。あなたたちも船に乗って。早く。そうする？よっと。雨が続いて村が沈んじゃった。うん、雨を止ませてくれない？操作しないといけないんだけど、僕は泳げないから水に入れないんだよ。僕がするよ。どうすればいいの？ダイヤルを回せばいい。わかった。
待って、ダイヤルはたくさんあるのに。これだ。あ、どれを回せばいいの？これにしよう。えい。あ、よいしょ、うん、回したよ。雪だ。ようやく水が引き始めました。わー、わー、よかった。水が全部なくなったわ。わー。お、でもここは山のてっぺんだ。まずは船から降りよう。ポロンポロンの村に再び雪が降り、みんなは喜びました。